はい、みさん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、ヤクザがリボルバーを使う4つの理由ということで、まあ確かにね、ロシアとか中国とコネクションのある組織だったりとかすると、まあ最近だったらマカロフをたくさん持ってたりとか、まあ一昔前だとね、もう一昔というか二昔ぐらい前だとトカレフたくさん持ってたりとか、まあそんな感じのこともありますし、まあ例にね、こう AR 系とかね、AK みたいな、いわゆるアサルトライフルですね。まあそういうアサルトライフルとか、ごく稀にね、僕も知る限り一件だけですが、ロケラン持ってたりとかね、まあそういう戦争でもするんか、みたいな、まあそういうね、おもちゃも持ってることありますが、まあそれは、それとして、やっぱりダントツで多いのはリボルバーっていう、まあそんな感じで、じゃあなんでそんなヤクザの人たちはね、そんなにたくさんリボルバーばっかり使うのかっていうね、リボルバーばっかりなんでそんなに仕入れんのっていう、まあそういう話なんですが、まずその理由のね、話に入る前に、そもそもこの話誰に聞いたのっていう、まあそのソースの話をね、いろいろしていきたいなというふうにね、まあいろいろっていうか少ししていきたいなというふうに思うんですが、まあこのソースの話はですね、まあいろいろもちろんいろんなソースというかいろんな資料を見てみたわけですが、この動画を作るにあたってね、まあ一番主な、ソースになっているのは、まあ大変有名な元89さんの人ですね。おなじみ前科三犯でね、おなじみの人が、まあ本当にいろいろずっと喋っているというかね、まあ喋る仕事ですからね、まあ喋っているのを僕もずっと見てて、で、そして端々に出てくるリボルバーの話から、まあ見てて、ほえーんってなって、まあ当たり前、で、当たり前なのかな、よくわかんないですけど、まあその僕もね、銃の勉強ずっとしてるので、まあだから、あはーって感じになって、ほえーってなって、なるほどなるほどってなってわかるっていう、まあそんな感じなんですが、まあそれはさておき、まあじゃあ、まあそれはいいとして、まあ何はともあれね、じゃあなんでね、ヤクザの人っていうのはそんなにたくさんリボルバーを使うのかっていう、まあその理由の話にね、とりあえずまあ入っていくわけなんですが、そんなに適当てかふんわりのソースでいいのって言われるとまあなんとも言えないですが、まあそれはさておき、まあ何はともあれ理由に入っていくんですが、まず1にですね、リボルバーをたくさん使う理由としているのが、弾やマガジンを別々に買わないからっていう、まあそこですね。まあもちろんこれはね、例外もあるとは思うんですが、まあいろいろね、こうなんていうのかな、押収された、銃の映像というか、映像じゃねえ、画像とかを見ても、まりにたくさん弾がね、なんか、リボルバーに対して何十発というか、たくさんなんかリボルバーの弾がね、押収されるケースもあるんですが、まああんまりないっていう、まあそんな感じで、まあ基本的にね、ヤクザの人っていうのが、まあ何本もマガジンを持ってるとか、あんまり想像できないっていうか、あんまり見たこともないですよねって、まあそこなんですね。まあなんていうのかな、まあ海外のおまわりさんだったら、拳銃、グロックとか、まあシグの P226 みたいな、ああいうオートマチックピストルで相談数は15発以上で、予備のマガジンを2本ぐらい持ってるみたいのがスタンダードな状態で、まあ要は合計で持ってる弾の数が45発ぐらい。40何発以上ぐらい弾持ってるみたいなのが、まあ、そんな感じで、まあ、カーチェイスしながらバンバンやって、で、マガジンチェンジして、バンバンやって、みたいな、まあ、そういうの、映像によくなりますが、まあ、そういうのって、アメリカならではというか、まあ、そんなね、アメリカというか海外ならではのことなので、日本だったらそんなことしてどうするんだっていう話になりますよね。いくらなんでもヤクザの人もなんか誰かぶち殺すぜって話になって、銃撃戦になったってあんまり聞かないっていうね、なんか多少パンパンパンって撃ち合うっていうことはあるかもしれませんが、そんなマガジンチェンジしてどうのこうのっていうのは聞いたこともないっていう、まあそんな感じなので、まあ、弾いらないでしょっていう、まあそういうことですね。で、しかもですね、弾だけそんなにあったところでって、まあそういう話で、弾が、まあ想像してほしいんですが、まあじゃあ皆さん、視聴者さん皆さんがヤクザにあったとして、弾撃っている人がいたとして、まあ銃のね、弾買ったところで何に使うんですかって話なんですよね。射撃練習をするとかね、まあもちろんその警察なり軍なら、まあ射撃練習をするんだろうけど、その日本でヤクザの人というか、まあその犯罪者というかね、まあ反社会的な人たちが射撃練習をするってさ、もうどう考えても捕まえてくださいって言ってれば思うんですよね。普通に考えて裏山で銃声がしましたって言ってすぐなんか通報されて意味がないので、そんなね、あんまり意味もなく射撃練習するのにね、弾買って使ってどうすんのって話になりますし、そもそもの話なんですが、まあ需要がないから供給がないってことだと思うんですけど、弾だけを売ってる業者というか、そんな、なんていうのかな、犯罪者みたいなね。まあそういう人は日本にいないっぽいんですね。まあだから、まあ弾いらないでしょっていうね、マガジンいらないでしょって、まあそういう話になってくると、まあ、なんていうんですかね、高い銃である必要もないって、まあそういう話ですし、あと当たり前な気もしますが、一回犯罪に使った銃っていうのは処分するらしいんですね、暴力団の人たちも。まあ要は、何回も同じ銃使ってると特定されるので銃が。まあそれで、を避けるために処分するらしいんですが、処分するんだったらなおさらのこと、そんな北米市場価格の時点で、そう輸入するとか、
まあ、密輸するとかそういう、なんていうのかな、リスクとか、その手間を鑑みずに、普通に北米市場価格で買ったとしても二十何万円とかはするような、まあ、そんな高級のオートマチックハンドガン、まあ、カスタムパーツがたくさん入っているとか、マグナム系のハンドガン、まあ、デザートイーグルとかですよね。まあ、そういう銃なんて、絶対いらないでしょっていう、まあ、そういう話ですよ。もったいないじゃん。もう北米市場価格で二十何万だから、日本に密輸してそれいくらになるのって、まあ、そういう話なので、いらないでしょっていう、まあ、そういう話で、実際使うシーンも、要は5発6発撃って、パパッと撃って、人を一人殺めて、使い捨てるぐらいな、まあ、そんな感じだったら、まあ、脱着式のマガジンである意味もほぼないでしょっていう、まあ、そういう話になってくるので、じゃあリボルバーでいいじゃんってなるっていうのは、まあ、容易に想像できる流れっていう、まあ、そんな感じかなというふうに思います。で、次、まあ、そんな、まあ、なんていうんですかね、まあ、弾の絡みっていうのもあると思うんですが、次の理由はですね、まあ、これもヤクザならではっていうポイントだと思うんですが、長期間保管するからっていう、まあ、そこですね。まあこれもね、ヤクザ以外の人もね、長期間保管する人、まあいますけど、アメリカとかに。まあそういう人はですね、まあどれぐらい保管するかって話ですね。まあヤクザの人もそうだと思うんですが、普通に考えて買った銃をですね、どれぐらい保管しますっていう、まあそういう話ですね。銃って基本的に当たり前ですが、燃えるゴミとか燃えないゴミで、まあ小さな金属とかで適当にゴミに出せないので、まあ普通に考えて何年もとか、下手したら、まあ十何年レベルとかね、十年レベルで保管していくと思うんですが、まあそんな何年単位でね、オートマチックの、ピストルというか、オートマチックのマガジンにね、弾入れてたら、マガジンの場合ね、下手るっすよね。まあそれはもちろんそのケースバイケースなので、この何発だったら絶対これの期間で下手るとか、まあそんなことはない。まあそんな定説みたいなのはないですが、要はそのなんていうかな、オートマチックのピストルのマガジンの中身バネ入ってるので、バネ、その目いっぱい相談数マックス、そんなにした状態でバネ圧縮した状態でずっとほっとくっていうのはバネ痛むっていう、まあバネ痛んだらそれ肝心な時に弾出なくなるので、まあ基本的にそんな長期間保管するんだったらマガジンにバネ縮ませっぱなしは良くないって、まあ、そういう話になりますし、じゃあ何年も保管するでオートマチックがいいって話になって、じゃあそれで本体と弾どうしたらいいかって、本体と弾とマガジンを別々に保管すればいいんですけど、それもややこしいでしょっていう話なんですよね。その普通に考えて隠し持ってる、隠してあるのに、本体と弾とマガジンを別々に保管したらなんかどこ行ったりとか、なんかなくしたりとか大丈夫、ややこしいじゃんって、まあそういう話になるので、まあそこら辺のことも考えると、じゃあリボルバーでよくねっていう、まあそういう話になりますよね。それリボルバーだったら別にシリンダーに弾入れて、まあ、それで閉じて、ほっときゃ別にそれで弾が痛むっていうか、まあ弾が痛むっていうのはありますが、弾が痛むなんて50年、60年とかそういう何十年単位、で、傷んでくるので、別にそんなに関係ないって、まあ、そういう話になるので、まあ、うんってなるんで、まあ、じゃあ、リボルバーでいいじゃんってなるっていうのは容易に想像できる。まあ、そんな感じかなというふうに思います。で、次、3番目の理由はね、まあ、これもヤクザだから感ありますし、これはそもそも警察と同じ理由ですが、操作が単純だからっていう、まあ、そこですね。ヤクザの人は普通に考えて銃の射撃訓練をしないでしょうし、まあ、できないですよね、普通に考えて。そんなね、海外に行ってひたすら銃って何すんねんって話になりますし、そもそもなんていうんですかね、そんなにリボルバーを撃つ練習をしてどうするのかって、まあ、そういう話になるので、まあ、そんなことをする必要もほぼほぼないわけでっていう、まあ、そういう話で、まあ、もちろんなんていうんですかね、ヤクザの中にもね、多少はガンマニアの人、まあ、銃とかナイフとか、まあ、そういう男の子のおもちゃが好きな人もいるかもしれませんが、まあ、そんなことない人もいるよねっていう、まあ、そういう話で、まあ、要はなんていうのかな、そんなヤクザになるぜっつってヤクザになったわけじゃなくて、まあ、ヤクザにならないとやっていけなかった。ヤクザにならざるを得ない、それ相応の事情があった、みたいな、そういう人もいるわけで、まあ、そんな、銃にね、興味もない人に銃の使い方を教えるのに、まあ、なんていうのかな、マニュアルセーフティーがどうのこうのとかね、スライドを引いてどうのこうのみたいな、ガチャガチャややこしい、まあ、そんなオートマチックピストルよりは、まあ、とりあえずシリンダーに弾入れて、トリガー引きゃ、とりあえず撃てるみたいな、まあ、そんなリボルバーの方が、まあ、操作が単純でいいよねっていう、まあ、そういう話ですね。まあ、だからこそ、まあ、なんていうのかな、まあ、これもヤクザも警察も一緒ですよね。そんな銃バシバシ撃ちまくるわけじゃないんだから、別にリボルバーでいいじゃんっていう、まあ、そういう話っていう、まあ、そんな感じかなというふうに思います。で、そして最後の4番目はね、作動の信頼性という、まあ、そういう話なんですが、これはちょっとね、まあ、最新というか、現代のまともなオートマチックピストルの、信頼性っていうのは、まあ、すごく昔に比べて上がってるので、まあ、なんていうのかな、まあ、似たり寄ったりというか、負けず劣らずみたいな、まあ、そういう部分でもあるんですが、まあ、ヤクザの場合、普通に考えて、裏ルート
ットで仕入れるわけじゃないですか。当たり前ですけどね、合法的にわざわざ申告して仕入れてるやつはいないと思うんで、あの裏ルートで仕入れるのにそんなにまともな銃が欲しいとかよく言えるとは思えないですよね。わざわざそのグロックをよこせとか、まあ、シグのね P226 をよこせとか、まあそんなヤクザは多分いないと思うので、あのそれだったら、あのなんていうのかな、その欲が言えないってことは、つまり何が起きるかっていうと、その銃っていうものの工業製品としてのクオリティを見たときに、どういうクオリティになるかっていうのははっきりしないっていう話になってくると、それだったら無難にリボルバーにした方がいいんですよ。パチモンのオートマチックとかだと、その作動の不安定さ、信頼性のなさっていうのがより高まるので、まあそれだったら作動のシンプルな、まあなんなら不発でもまあもう一回トリガーを引けばまあなんとかもなる。まあそういうリボルバーの方が、まあその適当に作って、まあフィリピンとかで手で作って、ハンドメイドで作って、でそれで日本にひっそり持ち込むみたいな、まあそういうことをするんだったら、まあオートマチックよりもまあリボルバーの方が無難だよねっていう、まあ信頼性としてっていう、その製造のしやすさみたいな、そういうニュアンスも含めて無難っていうことで、まあリボルバーにした方がいいっていう、まあそういうことで、まあこういった理由によって、まあヤクザの人はね、まあリボルバーをやたら使っているっていう、まあそんな状況がありますし、まあ多分これからもまあこの状況っていうのはね、当面変わんないんじゃないかなっていうね。まあ本当になんていうんですかね、これヤクザがリボルバーを使う理由っていうのもありますが、これなんていうんですかね、その、そういうことにしかリボルバーを使わない人、いや、要は本当にアメリカでホームディフェンス用とか、まあそういう感じでしか銃使わない人も、まあこれと似たり寄ったりなね、理由なので、まあ当面やっぱりこのリボルバーのいいところっていうのをヤクザの人たちはある程度っていうか、ちゃんとある意味ちゃんと気づいてちゃんと使ってるっていうね、まあそのちゃんと使うってなんだって話ですけどね、一応やっちゃいけないことですから、一応っていうか普通にやっちゃいけないことなんで、まあうんってなりますが、まあそんなこんなでね、ヤクザの人はこれからもきっとリボルバーを使い続けることでしょうという、まあそんな感じかなというふうに思います。はい、というわけでね、今回この動画ね、いかがだったでしょうか。この動画ね、うーんっていうふうに思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。